カバルナ。カバルナ、ブルガリア語、コバーナ、ルーマニア語は、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。ドブリチ州に属する、ドブロジャ地方に属する黒海岸の町であり、沿岸リゾート地となっている。欧州自動車道時 E87 に沿って、バルナから 64km、ドブリチから 49km のところに位置している。 小さなヨット港と、魚釣り場、広大なビーチとリゾート施設がある。観光スポットであるカリアクラ岬は町から西に数キロメートルであり、と呼ばれる、シャルダ・ビーチリゾート地となっている。18ホールのゴルフコースが3つあり、別荘住宅地、マリーナも整備されている。ゴルフコースのうち2つは、ゲイリープレイヤーによって、1つは、イアン・ウーズナムによって設計された。 ブルガール人が7世紀にこの地を征服して、以来、現在のバル地区にあたる町のラは、それまでのギリシャ語のクルノイ、クラウニーから類似した音を持ったカルブナ、カーベナへと置き換えられた。この名前は14世紀のイタリアの地図にも、その名前はイタリア語化され、カルボナとして記されている。カバルナの古障は15世紀の文献に初めて登場する。 カルブナがバル地区として知られるようになった後、その旧称であったカルブナとバルナの二つの名前から音声的に影響を受けた新しい名前であると考えられる。カバルナの地形は平坦であり、4 2トルにわたる海岸を持っている。海岸に沿っていくつもの小さなビーチがあり、人工のビーチもある。チラクマン山、ゴアカークマンは、 海に突き出した垂直に近い急峻な山である。要塞の壁、建物、聖堂、ネクロポリスの跡がこの平地から見られる。また、この地方には、光線が豊富にある。カワルナ周辺の地域は、エコツーリズムや、植物や、イルカや、多種の魚などの海洋生物の観察と撮影などの、目的別ツーリズムに適している。鳥類の多様性は、 各地からの旅行者たちをカリアクラミサキに引きつけ、ヤイラタ、ヤヨラタは、ブルガリアで最も有力な鳥類観光の目的地となっている。町は、紀元前5世紀に古代ギリシアの植民地として建設され、ビュゾネ、ビズヌあるいはビゾネ、ビゾネと呼ばれた。紀元前3世紀の間、町は、地元のトラキア人とギリシャ人との交易の主な拠点として機能した。 急春な崖によって、港湾としては、不向きな場所であったが、地元のトラキア人が生産する、麦の質の高さのために、ブルガリアの沿岸部は魅力的な交易拠点であった。紀元前一世紀の後半、町は激しい地震によって海へと沈んだ。チラクマンの先端部分も崩壊し、多くの豊かな人々と共に、国海へと沈んでいった。 2005年にカバルナの沖の海底を調査した。調査の代表者によると、ビゾネのローマトシアセンサルキン、アセンサルキンは過去に2度海底に沈んだことがあると分かった。カバルナ沖の沈んだ町の境界をダイバーたちが確認した。住居用の建築物の遺構の存在により、考古学者たちは見つかった石材や壁の破片より結論付けた。見つかったものは 紀元前2世紀以降のものであった。調査の代表者によると、この居住地は紀元前1世紀の地震とは無関係であると話した。海底の遺跡から見つかった証拠品は他の可能性を示唆するものであり、海水準変動や地層の変動によるものであると推測される。海水準変動は紀元後1世紀に始まり、2世紀まで続いた。 この間に海面が4メートル上昇し、町は海底に沈んだと考えられる。古代ローマ時代、町は同じ名前で再興されて、急速に発展し、居住地が蘇り、港が改良された。7世紀、アスパルフに引きられたブルガール人が、スラブ人と共に地域を制圧し、東ローマ帝国の町を破壊し、新たに町を築き、第一次ブルガリア帝国の一部となった。 中世後期、町は発展したが、タタール人の襲撃の対象となった。14世紀には、町は、カルブナ大公国の一部となった。大公国は、第二次ブルガリア帝国のテルテルや王朝時代に、帝国から分裂した未定の独立国であり、バリク、ボリック及びドブロティツァにより統治された。大公、ドブロティツァは、ドブリチ、ドブロジャの語源ともなっている。 1397年、町はオスマン帝国によりほぼ破壊し尽くされ、無人となったものの、17世紀には再び人の居住が始まり、町は再興された。カバルナの古障は15世紀に初めて文献に登場する。町は古代から中世にかけての経済と文化の拠点と考えられ、要塞の壁やキリスト教のバシリカ、聖堂などの多様な遺構が見つかっている。 この地域から見つかった特筆すべき工芸作品には、それぞれ時代の異なるコイ味や金装食品、トラキア人の金の宝物などがある。15世紀から19世紀にかけて、街は、カワルナの名で知られるようになり、キリスト教徒が住み、麦の輸出拠点となっていた。この時代のトルコ式浴場やネクロポリス、橋、泉、キリスト教制度などが残されている。 ロト戦争の間、ブルガリア人やガガウス人など、カバルナのキリスト教徒たちは、非正規兵、バシボズク、ドチェルケス人に抵抗した。ブルガリア解放の後、町は、ブルガリア公国の一部となった。20世紀初頭には、カバルナは急速な経済発展を遂げ、経済、文化の拠点となった。街は、第二次バルカン戦争の後の1919 19年に、 ルーマニアの統治下となったが、地元のブルガリア人住民や内部ドブルジャ、革命組織からの抵抗にあった。1940年、町はクラユバ協定によって、再びブルガリア領に服した。ドブルジャと海の展示は、小さな海洋博物館である、トルコ式浴場、ハマムの近くに位置している。この建物は15世紀に建てられ、石造りの賑やかな浴場であった。 海へと続く谷の入り口に位置し、町の中心まで500メートルほどである。海底調査によって発見された多くの石の怒り、壺、陶器などが展示されている。時代の異なるコイニやトラキア人の黄金宝物は宝物館に収められている。町の博物館は地元の図書館の建物にある。町の数千年にわたる歴史を示す物品が展示されている。 古代からのこの地の人々の生活を示した品々が見られる。有史以前の洞窟の住居や多様な道具類、ブルガリア解放戦争に使われた銃、ライフル、ピストル、そして衣服や送信具、民族衣装などの民族史学的な展示物も見られる。民族史学博物館は19世紀末に富豪の家の所有であった建物にある。 その内装はこの時代の人々の人々の文化や物品を展示している。典型的なドブルジャの家の様子を示し、人々の文化や日常生活に関する物品を展示している。建物は桑の木やボタン、チューリップに囲まれている。聖ゲオルギ聖堂は1836年に、生神女終身聖堂は1860年に建てられた。どちらの教会も、 オスマン帝国統治下から及びブルガリア解放後を通じて教育と文化の拠点として重要な役割を果たした。12の泉が港へと至る谷に設置されている。その中の一部は破壊されているものの、その他は再構された。湧き出る豊富な水は小さな川を形成している。2004年から町はブルガリアの音楽の拠点の一つとなった。カバルナでは 複数のロックコンサートが開かれた。2005年にディープパープルがコンサートを行った。その他に変わるなでコンサートを行った有名なアーティストには、ドイツのロックやヘビメタルの大物である、スコーピオンズ、アクセルルディペル、ガンマ、レイ、マスタープラン、デストラクションなどがある。2005年8月27日、ドイツのバンド、アクセプトはその最後のコンサートをこの地で行った。 ホワイトスネークの歌手、デイビッド・カバデールの壁画もある。2006年には、街のコンサートの伝統はさらに発展し、メタルバンドの他にも、ポップやダンス音楽のミュージシャンたちがコンサートを開いた。例えば、ロシアのポップ歌手、フィリップ・キルコー・ロフは9月にコンサートを行った。2007年には、ブラック・サバス、ジョン・ロートン・バンド、マノ・ウォー、モーター・ヘッド、ロバート・プラント、 ロニー・ジェームス・デオがコンサートを行った。2008年には再び、マノウォーが訪れ、5時間に及ぶコンサートを行い、ヘビメタルコンサートの最長記録を打ち立てた。その後2日の間に、アリス・クーパー、スレイヤー、イン・フレームスもコンサートを行った。カバルナ基礎自治体には、その中心であるカバルナをはじめ、以下の町村、集落が存在している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。